3年前，我们就说好要一起来日本表演。那时候我们只有两个人，都还没有五个人，可是我们今天做到。ちょっと僕の言ってる内容となんか食い違ってるけど、まあまあでも言ってることは今日は本当に、来てくれてありがとうございましたと。あと、最初に出会ってからやっとこの形で日本に一回行きたいねっていう話をしてたので本当にライブが今日できて嬉しかったです。皆さんも本当に来てくれてみんなのおかげでライブができたので本当に感謝します。ありがとうございました。で次の曲は、僕が OK しようは。友達の、何て言うんですかね、まあ、ちょっと前になるんですけど結婚した友達に送った曲で、今日はその彼は普段台湾では中国語を歌ってるんですけど今日は日本語で僕の書いた歌詞を歌ってくれるそうなんで、まあちょっとわからないところもあーうーんっつって言ってあげてください。優しい目でハードルを頑張ってありがとう。最後の曲ですね、リバーディングロード。んな、お前なんでお前自由だな本当に。さっきもインタビューの時勝手なこと言い始めてびっくりしたけど。リボーディングロード。静かに響く